はい、今日は11日、12月11日です。はい、ここ端っこ。もう11です。うん。バニラエクレアかな。うん。うちにあるね、これ。うん。うん。フレーバーですね。バニラ風味。うん、はい。うん。はい、コーヒータイム。今日はね、これ。たまじコーヒー。たまじコーヒー、前のね、買ったたまじコーヒーってやつを、今日はね、11日で、ずっとこう、冷凍庫に入れてたやつを、ちょっと外に出してね、エイジングしたので、ちょっとこれをね、飲んでいきたいと思います。冷凍庫からね、出さないと、やっぱりね、エイジング進まないんですよね。うん。まあ、あんまりね、やらないんで、うん、まあでも、うん、いい香り。特に酸化してる感じではなくね、ちょうどいい感じになりましたね。じゃあこれをね、入れていきたいと思います。はい、ということでね、コーヒー入れていきましょう。じゃあまずは蒸らしから。今日ね、久しぶりというかね、もう、まあ、よく、今日ね、久しぶりに、外出て食事してきたんですけど、久しぶりではないんですよね。コメダとかには行ってるんですけど、その、お昼にね、どっか出かけるっていうのはあんまなくて、まあ、行っても TY ハーバーぐらいだったんですけど、ちょっとね、他のところに出歩いた時に、外で寄ってね、ご飯食べてきたんですよ。で、まあ、喫茶店に入ったんですけどね、意外とね、今までよく目の前を通る喫茶店だったんですけど、なかなか行く機会がなくて、初めて入ったんですけど、コーヒーもね、そこそこ美味しくて、で、料理とかもね、ピザトースト結構美味しくてね、良かったんですよね。ただね、なんか昔ながらの喫茶店っていう感じで、店員のね、態度がね、まあ別に悪いわけではないんですけど、ちょっと不愛想だったなっていう感じでしたね。まあ、昔ながらの喫茶店とか行くと、店員の態度、あれなんですよね。結構その不愛想、愛想があんまりない感じのところが多くて、それがね、っていう感じでしたね。まあ物自体は美味しかったですし、あと、あれなんですよね。僕、タバコ吸わないんで、タバコの匂いが嫌いなんですよ。なんですけど、一応ね、喫煙コーナーみたいなのが分かれてて、席では吸えないようになってたんですけど、喫煙コーナーと、その普通のところの差があんまりなくて、煙だだ骨みたいなね、そんな感じだったのが、ちょっとね、と思いましたね。まあ、また行ってもいいかなとは思いますけど、まあそんなに頻繁には行かないかなっていう、そういう感じがしました。まあ味自体は悪くなかったんでね。うん、ほんと。まあ喫煙者にはいいんじゃないですかね。というか、あれですよね。まあ東京都内って今、飲食店の喫煙がほぼ禁止になったじゃないですか。一部ね、許可制だったりとか、なんかね、条件があって、喫煙できる、できないとかいうのが、あったと思うんですけど、まあ基本的には喫煙できないような感じなんですよ。でも昔ながらの喫茶店ってね、そのタバコを楽しんだりとかする人が結構多かったので、まあそれもね、それで、まあ仕方がないかなと。まあ僕がね、そのタバコが吸える店に行って文句を言うのもあれなんで、なんでタバコ吸うんだとかね、吸える店に行って文句言ってたらただの気違いなんでね。そういうのは言わないですけど、まあただね、ちょっと僕には環境としては厳しかったかなっていうね、感じしましたね。はい、コーヒー入れ終わりました。まあタバコのね、何が嫌だって、その時に煙の、もうもちろんなんですけど、
服にね匂いがついちゃうのが嫌なんですよね。帰ってきて掃除しとか、あの洗濯とかしなきゃならなかったりとか、結構ね、まあ、吸ってる人だとあんまり気にならないとは思うんですけど、その吸ってない人とかだといつまでも匂いが残っちゃうんですよね。それが結構きつくて、あれですね、なんかうまくそこら辺ね、タバコ、まあ僕もお酒飲みますし、そのタバコ吸うのも趣味ですし、まあゲームやるのも趣味ですし、趣味、まあ人の趣味にね、とやかく言うつもりもないですから、まあ楽しんでね、みんな楽しんで、まあ、自分のね、やりたいことを楽しめる世の中っていうのは大事だと思うんですけど、なんかうまく住み分けがね、できるといいなと。喫煙コーナーとかね、もっとなんか画期的な何かないんですかね。外に、周りに煙が漏れないとか、なんかそういうの。そういうのがあればね、あの喫煙者でも禁煙者でもね、同じ空間で楽しめる、そういうね、いい店みたいなのがね、できるんじゃないかなとは思うんですけど。まあいいや。はい、という感じで、コーヒーいただきます。はい、じゃあコーヒーいただきます。ちゃんとね、熟成されてるんでしょうか。ああ、だいぶね、トゲトゲしい感じ、取れたような感じがします。うん、美味しくなった。じゃーん。ダイソン。これ、ブラックフライデーにダイソンのね、セールが来てたので、思い切ってね、買っちゃいました。これなんで買ったかっていうと、前にね、買ったこれ、あのシャークのね、ハンディクリーナー。これが、この間レビューしたと思うんですけど、あのほっこりフィルターがね、すごい詰まるんですよ。でフィルターが詰まって、でそれを掃除すると、僕のね、ハウスダストアレルギーが火を吹くっていう感じで、で、めちゃくちゃ調子悪くなっちゃうんですね。なので、まあ、そのシャークもね、悪くはないんですよ。悪くないんですけど、その、僕のね、アレルギーの問題で、ちょっと使うのは厳しいな、ということで、ちょっとね、ダイソン買っちゃいました。ちょっとね、外箱がついているので、外箱剥いちゃいますか。これで。じゃじゃーんと。で、買ったのはね、V10。今 V12 とか10いくつだ、結構進んでる14とか15ぐらいまでいってんのかもしれないんですけど、ちょっとね、まあ型落ちなんですけど、それのね V10 を買いました。ということで早速開けていきますか。はい、で V10 どっから開けるんだ、こっか。じゃーん。結構ねいろいろとついてて、でさらにオプションがいろいろついてるんですけど、さらにね、1個、このノズルがついてるのと、このね、こういうノズルが、このここがね、ふにゃふにゃする、折れ曲がるノズルがついてるっていう、これがね、あのブラックフライデーの特典でしたね。これと、まあ、とりあえず、本体を出していきますが、これが、でこれが柔らかブラシ、まあ、これブラシより本体を出せっていうね、本体を出さないと。よいしょ、じゃじゃーん。これが V10 です。V10 はね、今まで使ってた、僕が使ってたの V8 だったかなとかのやつは、カップがこの下についてるタイプ、下に向けて開くタイプなんですけど、これはね、こういう感じで前側に押し込む。で、そうするとここにね、ブラシっていうかね、ひだがついてるんで、ゴミがね、捨てやすいっていう、そういうやつですね。よし。これはこれとして全部一回物を出そう。でこれが
じゃじゃーんと掃除するやつですね。掃除っていうか、あの床とかを掃除するやつですね。今まで使ってたのってハンディクリーナーだったんですけど、これはね、あの床掃除とかはね、広範囲で行えるタイプです。他にはこれはね、布団とか掃除するやつですね。こっちはあとは充電器、これはそんなもんかな。はい、あとはこれが隙間ノズルと、これちょっと硬いブラシのやつですね。これ意外と使いやすいんですよね、すごく。このタイプのやつはちょっとした掃除とか机の上とか。あとこれは、これは何だろう。ああ、これ充電のあれだね。ここに充電の穴がついているので、こうやってね、充電のドックみたいになるやつで、今回ブラックフライデーのセットでこんなやつね、このあのダイソンのね、ステーションみたいなのがついてたんですよ。てかこういうのがあった方が、あのいろいろとね、掃除するのが楽かなと思って、このタイプのやつを買いました。よし、じゃこれも開けてね、組み立てていきますか。これはブラシがついてる。いろいろついてんの。これが下の台。よし。こんなもんかな。じゃあちょっとね、これを組み立てていこうと思います。はい、まずはこの台を出して。台を置いて、でこれをここにガチと、はい、でこれをガチと、はい、台がね、はい、台が出来上がりました。ということで、これを乗っけていきますか。まずここに、これをつけていくのかな。全くね、説明書読んでないですけど、まあ、こんなのは特に間違わんでしょう。これを後ろ側から、このね、この後ろ側からここに入れて、硬いんだけど、よし、これでよし。で、ここにね、コードのところがあるので、まあ、こうやって、這わせていって、ちょっと余ったらね、多分ここにぐるぐる巻くと思うんですよ。まあ、ここら辺は、このね、コードに巻いたりとかするのは、場所決めてね、置いた時にやりたいと思います。で、そしたら、なんだ、このペリペリがあって、ね、ペリペリと、こんなのあるんですけど、あ、ここにいろいろとグッズ入れられるのか。ここにね、掃除グッズが、よし、はい、こんなところにいろいろ掃除グッズ入れられるので、これでしまっちゃいましょう。でしょ、これは伸びるやつ、伸びるやつ。これは、これは何、あ、こう曲がるやつ、下でやるとか、ね、これは曲がるやつね、曲がるやつ、曲がるやつ。あとはこれね、ノズル入れて、でここにね、じゃーんと、はい、でそしたらここら辺とかにもいろいろつくんだよね。なんかこれ2つになったなこのブラシ2つになった。このね、本体はここにこんな感じでね、刺さると。で
なんかこういうパーツがあるらしい。どこだ、これか、これがあと、こんな箱が、はい、こんなね、箱が、箱じゃないわ、こんなね、アタッチメントがありました。でこれをこのね、この図の通りにくっついけていこうと思います。でこれがここにガチンと、ちょっと本体邪魔だな、よいしょ。で反対側に同じように、はい、ガチッと。でこれをこっち側に、ガチッと。で反対側に、ここにね、ガチッと。はい、これでとりあえずね完成で、これをここにこんな感じでくっつけて、この後ろに、はい、これでこのねダイソンのステーション完成しました。これ邪魔だな。で最後はこのダイソンを見さして、ダイソンタワー完成。はい、こんな感じでねダイソンタワーが完成しました。結構コンパクトに全部ね、もうついてた付属品全部くっついたので、いい感じじゃないですかね。うん、これとかもねつくのがいいんじゃないですか。うん、結構気に入りました。今までってね置くところがなくて、その床置きとかにね、充電するのに床置きで充電したしてたりとかしてたんですけど、そこら辺がねこうやってステーションにねドックに挿して充電できるのがすごくいいですよね。はい、でね実際のこのね使用レビューに関しては、まあ実際に、ね、使ってみないと何とも言えないので、何日かね使ってみて、うん、お結構音が静かになったかな、ブーンって音が聞こえるかな、ブーンって面白い音になるけど、これが中くらいのあれでマックス、これ一番弱か、なるほどね。電池がね微妙にしか充電されていないらしいので、充電してからね少し試運転してみたいと思います。ちょっとねバッチリですけど、今ね掃除したのでこんな感じでゴミが溜まりました。まあちょっとね掃除しただけでこんくらい溜まるんですよね。うちの中汚ねえな。なんでね、せっかくこれ買ったんでこまめにね掃除していきたいと思います。はい、でねゴミの捨て方としては、これねここの部分をガッと押してこんな感じでね、これで完了。うん、でもうこっち側にはねゴミ残ってない感じですね。素晴らしい。掃除が終わったら、ここのね充電台にこんな感じでブスッと挿して、横にもねこんな感じで置いて、すっきり収納っていう感じです。うん、やっぱこのね台付きのやつ買ってよかったですね。うん、全体的にすごいすっきりしてる。